こんにちは、上杉修平です。ありがとうございます。あの誕生日を迎えまして31歳になりました。本日というか、まあ、昨日なんですけれども、撮影しに来たっすね。急遽急遽ね。いや、最近上杉さんお忙しいので、ちょうどね19日しか空いてない。ほんと今日もともと YouTube の撮影するっていう話をしてて、一個やるって決まってた企画があったんですけど、ちょっといろいろあって今日できなくなっちゃったんで、あ、今日はなしだって思ったんですけど、なんか無理やり来たっすね。取りにね、誕生日だからね。はい、ありがとうございます。すいません、嬉しいです。お花、あら、ありがとうございます。飾ります。素敵です。あ、いいじゃないですか。上杉修平のサードプレイス。おめでとうございます、30歳。ありがとうございます。どうですか、30歳。いや、でもあんま変わんないですよね。もうなんか30超えると、洋服も言ってたんですけども、30超えたらもう気持ちだって言ってたんで、もうそんなに変化なく生まれてこれてよかったなという気持ちでいっぱいです。これは毎年変わらずですけど、一個一個やんなきゃいけないこととか、やりたいことを一個一個一生懸命本気で取り組んでいきたいなと。評価とかみたいなのは後から周りが決めることかなと。僕はやれることを精一杯やれる一年にしたいなと思います。結構今年は作品も、そうですね、作品いろいろ、まあ、テレビドラマも若干久しぶりにやりますし、まあ、配信もので出てくるものだったり、それから映画が出てきたりとか、もちろん YouTube もですけど、まあ今より前振り返ってもキャンディタウンのもあったし、まあいろいろ動く年なのかなと思っていますが、それがどういう風に環境が変わっていったりするのかなっていうのは楽しみではありますけど。心境の変化とか特にない？心境の変化とか特にないですね。誕生日がどうとかっていうのはなんか特に普通の一日でした。朝まで飲んでたってことでいいですか？いや、飲んでるか、飲んでないわ。だって僕に LINE 送ったの何時か覚えてます？何時でした？5時半。ゴルフです。ゴルフ、あ、ゴルフ、今日ゴルフ帰り。それ起きた時間。ああ、うん。ちなみにじゃあ今日のスコアだと、言えない、今日ほんとふざけちゃったから今日言えない。雨だったし。今日雨だった。そうっすね。でもいつもの友達と今日は朝一行けたんで、はい、よかったです。今日はスコアじゃないね。スコアじゃないのよ。プロじゃないんだから。あ、じゃあスコア気にしてないんですか？気にしてる。スコアでしか話せない人と思う。マジゴルフ用品買いに来てーな。 YouTube で買いたいもん結構あるんですよね。今度、はい、シュシュヘ君の欲しいものを買いに行きましょう。おー、マジ、はい、俺の欲しいものを買う企画。はい、お誕生日なんで。ただマジそんなに予算は。ライカの今ええ、カメラ。いや、まあちょっと予算だけどね、相談、あの別途相談にはなるんだ。それ楽しそうっすね。はい、周平の欲しいものを YouTube スタッフさんが買ってくれる動画ってこと？そうです。それを動画にしちゃうってこと？はい、あ、じゃあ俺ほんと財布持ってかないよ。はい、いいです。その撮影いいですよ。車も出さないよ。え、車も出します。アルファードで用意します。いや、何その日、の王様の日、の沖縄のように沖縄のように、はい、悪いね、あの車ね。悪かったっすね。はい、マジっすか？はい、もちろん。そんなこと今、いいことだと思うんですけど、忙しい。そうっすね、と思うんで、まあその YouTube 撮影でね、少しでも前向きに、はい、元気にやりたいな、YouTube 撮影って思えるように。休みたいけど、まあいっかぐらいの、あ、気持ちでね。はい、あら、嬉しいです。最近なぁ、買い物もなぁ、でもなぁ、してねぇなぁ。でもね、つい先日というか、エストネーションさんね。ああ、着させていただいてます。はい。助かります、この時期。ほんと新しい服があると。やっぱ服の買い物もそんな行けないっすか？服買い物最近してないっすね。この間、一箇所だけ行ったっすけど、その一回だけですかね。何買ってんだろう？何お金使ってんだろう、俺。最近使ってないんじゃないっすか？使ってるっぽいのよ。なんとか、いやね、クレジットの請求みたいな。まあそうっすね。いや、今年でも本当お金の使い方をちゃんと、ああそうっすね、31歳の目標それかも。すお金の使い方をちゃんと賢く使う、お金の勉強したいっす、もうちょっと。
どういうふうにやったら効率的にお金を貯めれるのかとか、こういうふうに使うのがいいよとかっていうのは今年はちょっと勉強したいなと思います。なんかそういう案件ありそうじゃない？なんかちょっとタイアップもね増えて、タイアップね、ありがたいことに、はいはい、またなんかあるっておっしゃってましたね。そうですね、なんかね、はい、楽しみ、これからもタイアップ系も、でもタイアップ系も、あの上杉タイアップばっかやってんなってなるかもですけど、こちらでちゃんとあのいいねって僕らが思うものだけをちゃんとやらせていただいてるんで、何でもかんでもイエスとは言ってないから、ちゃんと僕は個人的に欲しいと思うものとか、個人的に紹介したいと思うものだけでやってるんで、そんなにチャンネルの趣旨みたいなとこから離れてないと思うし、いつもだからありがたいなと思いますね、毎度毎度。あとはゴルフですね。ねえ、ゴルフですね。サブチャンネル作ろうかゴルフいいんじゃないですか、このチャンネルで。このチャンネルでやる、うん、行きたいっすね、ゴルフね。はい、行きましょう、行きましょうね。はい、絶対。いや、一泊で行きたいんですよね、ほんと。あのホテルについてるゴルフ場に行ってみたいっす。朝ごはん食べてもゴルフ場そのまま部屋カードつけて出てみたいな、なんかビラみたいな。あ、そう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 、まあもうじゃなくてもいいんですけど、もうほんと徒歩5分で行けるみたいな 1.5 コース、 1.5、 ほんとにハーフ練習で回ってからよしって言ってやる、うんうん、1日最高じゃない。まあでも基本は仕事を頑張る、今年はほんと仕事に集中ということで、誕生日を迎えた上杉周平でした。この1年も YouTube 含めいろいろ頑張ります。応援よろしくお願いします。さよなら。